こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。君は特別だよ。シャコの新しい家族ピーナッツが運行の練習をしています。うわピーナッツ運行に出ても良さそうだ。本当ピーナッツ練習よくできた。点数は何点だった？点数が低くても落ち込むなよ。初めての試験だし。そうよ、初めての試験よ。それなのに100点だったの。100点なの？すごいよピーナッツ。やるなじゃあ次は実際に運転してみよう、おはようございます。いい朝ですね。ああ、おはよう。花は本当にいつも親切だね。そんな風に言ってくれて嬉しいわ。それじゃあ出発します。上手だね。このくらい誰でもできるよ。最初は路地の方が全然できていなかったけど。何？ついにピーナッツの初運行の日がやってきました。運行コースはちゃんと覚えた？もちろんだよ。でもちょっと緊張して。練習通りにやれば問題ないよ。はい、それじゃあ行ってきます。ピーナッツファイト。暖かい朝の日差し、いいことがありそうな気がする。あ、バス停だ。お客さんちょっと疲れてるみたい。そうだ、明るく挨拶をすればみんな元気になるよ。おはようございます。いい朝ですね。僕はピーナッツって言います。よろしくお願いします。よろしく。ネクタイが本当に素敵です。お客さんはピンク色がとっても似合ってます。そう、荷物が本当に多いですね。笑顔が本当に素敵です。とってもいい天気ですね。まったく、もうこのままじゃ遅れるよ。それじゃあ出発します。お客様全員に挨拶をしたピーナッツは遅れて出発しました。あ、みずみずしくて綺麗なお花が咲いてる。見てください、朝から元気に咲いたお花です。ピーナッツ、信号が変わったぞ。早く出発してくれよ。そうだよ、このままじゃ遅れるよ。ごめんなさい。僕のせいでお客さん嫌な気分になったんだ。どうしよう。そうだ、ジミーとジェニーのところに行ってみよう。どこに行くのよ。友達のところに行きます。友達の歌を聴くといい気分になれると思います。ここで降ろしてくれ。私も早く。勝手にルートを変えないでよ。そうだ、遅れちゃったよ。ごめんなさい。ピーナッツ、どうしたの？タヨ、実は…タヨ、ちょっと乗せてくれ。何かあったの？運行ルートと違う道に行こうとしたのよ。さっきも信号じゃなくて花を見てたのよ。本当に？いたんのって。僕が送ってあげるから。ピーナッツ、僕がお客さんを乗せるから先に車庫に行ってて。ありがとう、だよ。また車庫で会おう。ピーナッツ、うまくやってるかな？多分路地よりうまくやってるんじゃない？ピーナッツが来たね。まだ運行が終わる時間じゃないのに。ピーナッツ、ただいま。もう運行を終えてきたの？いや。何かあったの？実は。そうだったの。僕はただお客さんを楽しませようと思って。でもピーナッツ、時間と運行ルートは絶対に守らないと。お客さんは時間通りに目的地まで行きたいのよ。はい。明日はもっと上手にできるわよ。そうだよ、頑張れピーナッツ。ありがとう、みんな。
その日以降、ピーナッツは時間と運行ルートを守るために努力しました。はい、そうなんです。あ、うわあ、あ、急がなきゃ。あ、やあ、ピーナッツ、新しい歌聞いてみない？本当？あ、ごめんね、僕行かなきゃ。ピーナッツは一生懸命運行しましたが、なんだか楽しくありませんでした。はあはあ、到着しました。お、素敵な山だな。ご乗車ください。これからあの山へ出発します。本当に楽しみだ。早く行こうよ。ここどうして行かないの？あ、ごめんなさい。ちびっこバス、タヨ。行ってきます。行ってらっしゃい。ピーナッツ、せっかくのお休みだし、何しよっか。うん、あ、なんでそんなに元気ないの？市内バスは僕には合わないみたい。僕もタヨみたいに上手になりたいのに。ピーナッツ、あ、そうだ、僕たち野山に行ってみない？野山？来てよかったでしょ。うん。あ、シトだ。シト、タヨ、ピーナッツ、どうしたんだ？うん、お休みだからピーナッツと野山に行くんだ。それじゃあ悪いんだが、一緒にお客さんを乗せてくれないか。突然お客さんが増えてしまってね。もちろんだよ。タヨとピーナッツはお客様を乗せて野山を登りました。わあ、あ、あのシト、ここに咲いてるお花、ちょっと見ても大丈夫？お花？ピーナッツ、先にバス停に行かないと。こんなに綺麗なお花がたくさん咲いてるのに。お花を見ていくのもいいと思うけど。そうだよ、一度休んでから行こうよ。はい、足元に気をつけて。タヨ、タヨもお客さんを降ろしたら。すごく綺麗。香りも嗅いでみて。このお花はまだ咲いてないね。今度来た時に見られるよ。また今度来てみてね。お客さんみんな喜んでるね。うん、ツアーバスは早く到着するより移動中も楽しむことが重要なんだ。そうなんだ。皆さん待ってください。突然の雨ね。もっと見たかったよ。あ、どうしよう。皆さん、少しの間静かにして耳を澄ましてみて。なんだろう。私たちもやってみよう。雨音が心地いいわ。みんなピーナッツのおかげで美しい雨音の演奏を聴くことができました。さあ到着しました。二人ともありがとう。疲れたろ。全然そんなこと。山道だし大変だったよ。市内運行より簡単だし楽しいのに。市内運行の方が簡単だよ。みんなそれぞれ得意なことは違うからね。ああ。じゃあそろそろ降りようか。ああ。では皆さん、そろそろ出発します。はい。もうちょっと痛かったな。お、シト、ちょっとだけこっちに。お。ちょっとだけだから。お。お。お、どこ行くの？一緒に行ってみようか。これ見て、宝石みたい。咲いてることがどうしてわかったの？これは雨が降ると咲くお花なんだ。ピーナ
ただいまおかえり。お休み楽しかった？私の運行を手伝ってくれて休めなかったんだ。そう？お疲れ様。全然、僕本当に楽しかった。今日ピーナッツのおかげで本当に助かったよ。僕が？お客さんがピーナッツをどんなに好きか。それでなんだが、ピーナッツ、登山ツアーバスをやってみないか？登山ツアーバス？そうだよ、ピーナッツにすっごく合ってると思う。わー、嬉しい、本当に嬉しい。さあくすぐったい。じゃじゃん。わー、とっても気に入った。この絵ピーナッツに本当に似合ってる。よろしく頼むよ、ピーナッツ。はい、僕も人みたいに素敵なツアーバスになりたいな。こうしてピーナッツは登山ツアーバスになりました。僕だってわかってる。タヨが大好きなアニメを見るために急いで車庫に戻っているところです。もうファイヤーボールが始まる時間だ、急がなきゃ。やっと着いた。タヨ、今のは一体何？これは、そんなことして転んだらどうするの？スピードアクションヒーロー、ファイヤーボール。僕も早く見たいのに。タヨ、ちゃんと私の話聞いてるの？タヨ、気をつけないと本当に大怪我するかもしれないのよ。それにタイヤに傷がつくかもしれないし。僕だって分かってるのに、もう終わっちゃうよ。今日も本当に面白かった。本当最高。いいな、僕結局最後だけしか見られなかったよ。だね、もっと早く来られればよかったのに。これも全部花の話が長いから。花は何度も同じこと言うし、それくらい分かってるのに。朝になりました。タヨ、タヨ、花、もう起きなさい。今日は休みなのに、もう少し寝てちゃダメ？ダメよ、いつも起きている時間よりだいぶ遅いわよ。はーい。さあさあ起きて、まずは洗ってきて。はーい、わかってるよ。どうしたのかしら。チェ、言われなくても洗いに行くのに、なんであんなにうるさいんだろう。みんな、お、はやーい。ケリー、ボンボン。朝からどうしたの？お願いしたいことがあって。私用事があって遠くまで行くのよ。それで赤ちゃん車たちのお世話をお願いしたくって。ああ、どうしよう、私も今から出かけるのよね。あら、どうしましょう。ああ、僕が見るよ。僕がこの子たちの面倒を見るよ。本当？タヨ、一人で大丈夫なの？もちろん、この子たちと遊ぶだけだし。うわー、タヨと遊べるんだ、やったー。大丈夫かな。それじゃあお願いするわね。僕に任せて。タヨ、この子たちの面倒をちゃんと見るのよ。危険な遊びをしちゃダメよ。もう、それくらいわかってるよ。タヨ、本当にわかってるの？ハナ、遅れるわ。ああ、そうね。何かあったら必ず連絡するのよ。心配しないで。ハナはなんで心配ばかりするんだろう。僕のことまだ子供だって思ってるんだ。そうだよ、ちゃんとこの子たちの面倒を見て、僕が成長した姿を見せよう。タヨ、これから何して遊ぶの？何しようかな。そうだ、僕についてきて。ボンボン、もうちょっと。そっちじゃなくて。何この点数。大丈夫だよ、ボンボン、
初めてだったし、僕がお手本を見せてあげるからよく見てて。さてと、ここで右に。さあ、こうやって止まると。わー、本当すごい。うん、悪くないね。やっぱりタヨ最高。このくらい大したことないよ。タヨ、他の面白い遊びしよう。面白いこと？鬼ごっこは？鬼ごっこ。鬼ごっこ、いいね。お、タヨ、車庫で鬼ごっこをしたらダメよ。そうだった。みんなごめんね。車庫で鬼ごっこしちゃダメなんだ。危ないから。ダメなの？なんか大人になった気分だな。じゃあ何しよう。その代わりに僕が面白いところに連れて行ってあげるよ。面白いところ？ララ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 。みんな、次の交差点を右に曲がるよ。うん。タヨは道もよく知ってるんだね。そうだね。このくらい大したことないよ。さあ、ここだよ。すごくかっこいい。みんな、気をつけて。タヨ、これ何？僕がお手本見せてあげるね。よく見てて。じゃあ今から滑るよ。かっこいいのやってみようかな。イヤホー！イヤホー！イヤー！イヤホー！イエーイ！成功！わー！本当すごい！ボンボンもやってみる。タヨがキーってしたの。ダメだよボンボン、まだ小さいから危ないよ。タヨはしたのに。これは僕だけができるんだよ。それじゃあ本格的に遊ぼうか。ちびっこバス、タヨ。ちゃんとやってるかな。どうしたの、花？太陽のことよ。ちゃんとあの子たちの面倒を見れているのかなって思って。心配しないで、太陽ならきっとちゃんとやっていると思う。うん、そうよね。お願い、僕の言うことを聞いて。やっほー。君、そんな風に滑ったら危ないよ。僕を捕まえてみて。そんなことしちゃダメだよ、こんなに汚して。ダメだってば。もう。みんな本当にやめるんだ。みんな、僕がやめるように言ってるのに、なんで言うことを聞かないの？そうじゃなくて。タヨ、ひどい。ダメばっかり言って。それは危険だから言ったんだよ。そのくらいわかってるよ。面白くない。もうやだ。勝手にすれば。危険な遊びをしちゃダメよ。もう、そのくらいわかってるよ。花も大変だったよね。みんな、見て見て。ボンボン、まさか。やっほー。危ない。楽しい。ボンボン。ボンボン、大丈夫？みんなまで。
絡してみようかな。いや、また怒られるかも。タヨ、大丈夫？それが…どうしたの？泣いてるの？それが…おやまあ、ボンボン大丈夫？心配ないわ。幸い大きな怪我もないし。ごめんなさい。僕がちゃんと面倒を見ていれば。違うよ。タヨがしちゃダメって言ったのに、僕が言うことを聞かなかったんだ。ボンボン。ごめん、タヨ。僕が言うことをちゃんと聞いていれば。そんな、僕の方こそごめん。さあ、ボンボン。もう家に帰るわよ。今日はすごく楽しかった。僕もだよ。またね。また遊ぼうね。だよ、今日あの子たちのお世話をして大変だったでしょ。僕いつも花が言ってること今ならわかる気がする。何？実は最近花のこと口うるさいなって思ってたんだ。でも赤ちゃんグルマたちの面倒を見て言っていた意味が分かった気がして。タヨ、今朝は僕が文句ばかり言ってすごく嫌だったよね。タヨ、赤ちゃんグルマたちが言うこと聞かなくてそれで嫌になった？僕はただ心配で。私もそうよ。タヨのこと嫌なはずがないじゃない。そうでしょ。花、これからは花の言うことちゃんと聞くから。今言ったこと忘れないでね。タヨは花の気持ちが少しわかるようになりました。こうやってタヨも少しずつ成長していくんですね。僕たちは働く車サーカス団。にぎやかな通りにたくさん人がいます。何かあったのでしょうか。さあさあ、1枚ずつどうぞ。エリューションサーカスショーに皆さんを招待します。そうです、サーカスだって。ありがとうございます。ぜひ遊びに来てくださいね。なんでこんなに人が集まってるんだ。はい、タヨ。僕のこと知ってるの？僕だよ、僕マジシャンのジョイ。ああ、美味しい。変装してすごく暑かったんだ。もう大丈夫。でも、なんでピエロに変装してるの？ああ、来週世界的な車のサーカス団と一緒に公演をするんだ。それで、宣伝を兼ねての変装さ。じゃじゃーん、ジョイのマジックサーカス。うわー、サーカス、かっこいい。すごく面白いから、絶対見に来て。もちろんだよ。それじゃあ、僕行くね。準備頑張ってね。ああ、よし、それじゃあまた宣伝してみるか。もしもし。はい、団長、どうしたんですか？ダイが怪我して来れなくなったって？それじゃ、いつ来るんですか？1ヶ月後？ああ、どうしよう、もう町中の人たちに宣伝してるのに。みんな、ちょっと休んでからにしないか？そうだな。最近毎日工事ばっかりですごく退屈だ。何か面白いことないのか？面白いこと？こんなのはどうだ？よいしょ。僕もしてみようかな。もうおしまいだ。みんなに嘘つきなやつって思われる。僕はこうやって。よいしょ。じゃあ、どういう音だ？ヤッホー！チャッ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 。うわー！あの、君たち！あ、マジシャンのジョイ？どうしたんだ？君たち、僕とサーカスやってみない？いきなりなんでサーカスなんだ？君たちすごい才能あるよ。絶対最高のサーカス団になれるはずさ。すごい才能？そうか。一緒にやってみよう。すごく楽しいと思わない？考えてみたらもう楽しそうだけど。じゃあ一度やってみるか。僕は賛成。やった。それじゃあ明日からみんなで練習しよう。ラン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 ラおはよう。はよ。朝からみんなでどこ行くの？これ言ってもいいのか？実は今回俺たちがサーカスをすることになったんだ。サーカス？
もしかしてジョイのマジックサーカス？ええ、それ僕たちがするんだよ。僕たちを見てすごい才能あるって。うわー、すごいな。友達と一緒に絶対行くよ。まあ来てもらえたら後悔させないよ、うん、みんな集まったね。早速それぞれの役割を決めよう。まずポコは鉄棒の技にしよう。ビリーはジャグリングがうまそうだ。クリスは上に物を乗せて回す系ね。そしてマックスは輪をくぐることに挑戦してみようか。あ、それは面白そうだ。僕は鉄棒だったよね。よっしゃ。それじゃ一度一回転してみて。うん。こんなはずじゃ。チッチ、今度は僕がやってみようか。えっちゃじゃあ、おー、うまいぞ。ボールをもうちょっと増やしてみようか。ほっ、わかった。えっと、ごめん。心配いらないよ。一生懸命練習すればすぐきできるようになるさ。じゃあ、本格的に始めてみようか。よっしゃ。みんなはジョイと一緒に毎日毎日一生懸命サーカスの練習をしました。みんな、噂聞いた？働く車たちとジョイが一緒にサーカスするんだって。サーカス？何言ってるんだ？車がどうやってサーカスするんだよ。知らないの？働く車たちにすごい才能あるってジョイがお願いしたんだって。本当？絶対見に行かなきゃ。そうだよ、僕たちみんなで一緒に行こう。今頃みんな一生懸命練習してるのかな。やれやれ、大変だな。みんな頑張れ、もうあんまり時間がないんだ。少しだけ休んでからするさ。じゃあ僕は宣伝してくるから、少し休んだらすぐに始めるんだぞ。うん、わかった。ジョイは厳しすぎる。毎日練習練習、うん、そうだ、面白くないし辛いよ。じゃあ僕たち今日は休もうか。そうだな、どうせジョイは帰りが遅いし。そうしよう、うん、おい。みんなは結局一日中練習をしませんでした。ちびっこバス太陽。サーカスの公演日が数日後に迫っていました。みんな、うん、今日は本番だと思って一度合わせてみよう。いいね。ああ問題ないさ。じゃあ、うん、ポコから始めてみようか。わかった。よし、ちゃ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 とあ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 とよっしょ。やれやれ、うん、今日は本番のように火をつけてやってみよう。ああ、わかった。どうしたんだマックス。それが熱そうに見えて。え、うん、そんな怖がってどうするんだ。そんなんでちゃんとできんのか。なんだよ、みんなもめちゃくちゃだったぞ。まあそれはそうだけど。君たち、もう明後日が公演なのにどうするつもりなんだ。それは思ったより簡単にいかないよ。それならもっと必死に練習しないと。だけど練習、うん、すごく大変だよ。こんなことになるんならやってなかった。なんだって、言い過ぎだぞ。やると決めたのは君たちだろ。僕たちは楽しいって聞いたから来たんじゃないか。こんなのが続くんだったらやめるしかない。そうさ、行こうみんな。なんなんだ、時間の無駄だったな。そうだな。君たち、
サーカスの準備してるって聞いたよ。すごく楽しみなの。働く車たち、みんな力が強いからかっこいいゲーム多いんでしょ。そうだな。あーやっぱり最高だ。絶対見に行ってる。頑張って。頑張って。なんだよ、なんで誰も辞めたこと言わないのさ。あんなに期待してるのに言えるわけないよ。そうそう。はあ、僕言い過ぎたかな。最初から無理なお願いだったわけだし、もう少し優しくするべきだった。今からでもサーカスキャンセルした方がいいな。ジョイ。え？あ、君たちなんでまた来たんだ。それは、ごめんなさい。またサーカスしたいんだ、今度こそ本当に必死でやるから。え？実は帰り道にちびっこ車たちに会ったんだよ。友達をがっかりさせたくないんだ。みんな分かった。僕たち最善を尽くして準備しよう。うん、やテアテアトラテアトラテア。うん、よいしょいいぞ、僕も。ふっ、ついにマジックサーカスの公演日になりました。すっごく楽しみ。見て、レディース&ジェントルメン、ジョイのマジックサーカスショーへようこそ。いらっしゃいました。ついに始まる。では最初に働く車サーカス団の芸をご覧ください。やっよっよっやよし、チャッ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 。よいしょ。以上、働く車サーカス団でした。ありがとう、みんな。この日を迎えられたのも君たちのおかげさ。それどういうこと？実は、練習がとても大変でやめるつもりだったんだ。信じて待っててくれた君たちのおかげで、また頑張ることができたんだ。そうだったんだ。とってもよかったよ。みんな、こんな風に世界を回って公演してみない？それはちょっと友達の期待を裏切りたくなかったみんなは見事にサーカスをやり遂げました。